はい、皆さんこんにちは、ベリーダンサーの杉谷一華です。はい、今日の動きはヒップアタック、骨盤を左右にプッシュプッシュ押し出していく動作です。アクセントがついてとてもね楽しい動きですので、一緒に頑張ってやっていきましょう。まず、骨盤のポジションね、しっかり骨盤立てる、これをもうできるようになったかな。お尻がね出ちりになってたりとか、骨盤が前に倒れたりするのはダメです。一回こう押し出した状態、これがアウトの状態から引き締めてイン、胸が下がったままにしないようにしっかり胸筋上に引き上げてあげてください。そして足を軽く開いてあげましょう。この時骨盤はしっかりインですよ。で、片方の膝を軽く曲げて伸ばすと同時にその足に乗ります。反対、今曲がってますね。そして乗る、いいですか。反対、今ちょっとかかとが浮いて膝が曲がってる状態、そしてこの足に重心を乗せながら膝を伸ばしてくるんだけど、その時に一緒に今度骨盤を横に押し出す。反対も押し出してプッシュプッシュ、左右交互に骨盤を横に押し出す。プッシュ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 、そうです。で、これがちょっと難しい人は骨盤インにして、これは基本姿勢の骨盤の動きの時にやったんですけど、ウエストラインを支点として床と平行に骨盤を動かしている、ヒップスライド、骨盤のスライドですね。この動きまずやってみてください。骨盤の重心が左右に動いていってるの分かると思います。で、これを覚えてて、今こっちに重心が行きました。そうすると反対の方がね、ちょっとかかと浮かせることができると思うんですけど、かかとを浮かせて膝を曲げてくる。そしてこっち側の足に乗ります。反対が浮いてくる。で、乗るときに一緒に腰をドンドンプッシュプッシュ押し出していく。これがヒップアタックという動作ですね。1、2、1、2、腰の横に手を添えてみましょう。1、2、1、2、1、2、プッシュプッシュ、力強く力強く。この感覚がわからない人は、なんかちょっとぐにゃってなっちゃうっていう人は、例えばこうバーゲンセールとかでなんか人がいっぱいいて、お尻でどいてよどいてよみたいな感じで道を開けていく感じ、押しのけて前に進んでいく。やったことある人いるかな。こうね、なんか手でこう押し分けるのはちょっと申し訳ないんで、お尻でギュッギュッとこうちょっと通らせてくださいねみたいな感じで骨盤を使ってあげます。いいですか。なので、しっかりとアクセント、反対アクセントつけてあげることが大事。あとは重心が、今こっち左側の方に押し出したいのに重心がまだ残ってたりするっていうのはダメなので、こっちに行くときは重心乗せて反対プッシュいきますよ。プッシュプッシュ、左右交互に骨盤を横に押し出しています。ヒップアタックという動作ですね。これはベリーダンスね、結構代表的な動きですので頑張って練習します。ゆっくり手を引き上げて手の甲で合わせていきます。頭の上ですね。そうで、このポーズよく取るんですけど、肩が上がりすぎたりとかしないように、一回ちょっとポーズ取ったら肩をストンと落としてあげる。そう、そうすると上半身がね大きく見えてとてもかっこいいですね。で、この状態でプッシュプッシュプッシュ、横に骨盤を押し出していきます。ワン、ツー、ワン、ツー、腰の横に手を添えて、アームス、手のポジションがどこにあったとしても腰をしっかりと力強くプッシュプッシュ押し出して押し出して、ワン、ツー、ワン、ツー、手は横でワン、ツー、ワン、ツー、オッケー。そしたら今度はワン、ツー、2回
ワン、ツー、ダブルでプッシュプッシュ、反対プッシュプッシュ。2回になってくるとこう重心を取りにくいんですけど、2回のうちの1回目は7割で、2回目で10割乗る、反対も7割の力10割、2回とも10割10割でやっちゃうとドンドンっていう感じで重心が崩れやすくなるので、7割打ってまだ1回軽く反対に戻して乗り切る、2回目で乗り切る、反対も7割10割みたいな感じで2回ダブルでいきますよ。ワン、ツー、反対、ワン、ツー、もう一度ワン、ツー、反対、ワン、ツー、手は横でいきましょう。音に合わせてプッシュプッシュ、反対プッシュプッシュ、プッシュプッシュ、プッシュプッシュ、つなげてワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。この2回ずつダブルの動き、ヒップアタックダブルになってくるとちょっと難しいんですけど、慣れてきたらかっこよくできるようになるので頑張ってやっていきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。手は横で1回ずつプッシュ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 、横にしっかりと骨盤を押し出していきます。ワン、ツー、ワン、ツー、頑張ってプッシュプッシュ、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。で今度はそこからトン乗るプッシュ、こんなに足を上げなくていいんだけど、プッシュした方の側の足に乗ってきます。そして反対の足を軽く床から浮かして上げるようにしますね。そうするとこのヒップアタックをしながら前に進んだりとか、まあよ、横にね進んだり、要は移動ができるようになるんですね。トゥーワン、ワン、ツー。なので例えば登場の時とかヒップアタックをしながらこんな感じで登場してきたり、振り付けの中でステップを入れたりすることができるようになります。ベリーダンスの中でただ普通にこうね行進みたく歩くっていうのはあまりないので、例えばこういった基礎のヒップアタックの動きだったりとかもつけながらでも歩いてあげると、一気にこうねベリーダンスらしい動きになってくるので、例えばお家のこっちから向こうに行くときもちょっとヒップをつけて歩いてみるとかやってみてください。楽しくなってきますよ。1、2、さあ続けてプッシュ。じゃあ足は床につけていきましょう。ゆっくり手は引き上げて頭の上、手の甲で合わせていきます。ワン、ツー、ワン、ツー。ゆっくり下ろして、手のポジションがどこだったとしても骨盤はしっかり動いています。プッシュ、ワン、ツー、ワン、ツー。腰の横に添えて2回ずつ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。で、今分かりますかね？この打ってる方の腰を軽くひねって前でトントンやってる。また軽くひねってトントンやってる。そう。でこれがあると、まあ、あの見てる人から見てこっちの骨盤が動いてますよっていうのが分かるので、慣れてきたらこのちょっとだけツイストを加えながら腰を動かすっていうのもやってみてください。ただ最初は大変だと思うので横でいいです。トントン、横横、これで大丈夫で、2回ずつも難しい人は1回ずつゆっくり、そう、反対プッシュ、反対、ワン、ドゥ、ワン、ドゥ。この動きは、さっきの最初にやったスライドとは違って、しっかりと力強いアクセントを骨盤でつけてくることね、これがとても重要になってきます。骨盤周りの筋肉しっかり意識しながら動いてあげてください。ヒップアタックという動作ですね。杉谷千佳のベリーダンスレッスン、繰り返しご覧になってこの動きもしっかりとマスターしていってください。ゆっくり手を引き上げて手の甲で合わせてきますよ。プッシュプッシュ、ゆっくり下ろして、じゃちょっと後ろに下がる、でここからステップステップ、前にちょっと進んでます。後ろにこのまま戻る、プッシュプッシュ、斜めに行ってみようかな、こう進んでいきます。ワン、ツー、前、ワン、ツー、ワン、ツー。今度こっちに行くよ。プッシュ、
よし、さあ皆さんも一緒にね、お家の中でできる範囲でこうね、ヒップアタックで歩いてみてください。さあ元の位置に戻っていきます。腰の横に手を添えて、ワン、ツー、ワン、2回ずつ、ワン、ツー。慣れてきましたか？ベリーダンスの基礎の動き、こんな感じで反復練習繰り返し行っていただくことで上達がね、早いと思いますので、まずは頑張ってやってみてください。ワン、ツー、ワン、ツー。1回ずつ、プッシュ、プッシュ。ゆっくり手も上げて、ドゥワン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 ドゥ。じゃあさらに速く、トン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 。これはね、もう足踏みを加えちゃって、トントン。そうで、これでワンドゥワンドゥ。そう、お尻が結構横に横に動く感じ、ヒップアタックで、そう、足踏みをしてますので、これもね、こんな感じでステップを加えてあげたりするととてもいいですね。ワン、ツー、スリー、フォー。その場で足踏みしながらヒップアタックです。ワン、ツー、ワン、ツー。骨盤の動きしっかりし意識して、足だけにならないようにゆっくりプッシュ、プッシュ。ワン、ツー。さあもう少しですよ。ワン、ツー。ゆっくり引き上げて、手も手の甲で合わせてくる、かっこいいポーズで、ツー、ワン、ツー。はい、OK です。お疲れ様でした。